大人も来て寝れっかよ。あ、はい。すみません、お茶とお菓子を持ってきました。村の特産品なんでぜひ食べてもらいたくて。ロイド様。こんな形で師匠を蹴飛ばすことになるとは。罰として今夜は動けないように縛りますわよ。うん。パンツ。